めきぬる鈍い色の朝、言葉をなくしたウィーケンド、見るここをした丸いテーブルとギターしかない部屋で、冷たい肩越しに見ていた壁に飾られた花香るほどに思いはきしむ、あなたがいない世界など無意味、どうか一人にしないで、時間も忘れて自分さえもなくして、孤独の全てを投げた、お互いに傷つけ合うことでしか確かめることができない、命ならば儚すぎて、サルビアが揺れる君の手に燃える、会いたくて会いたくて身も耐えるほどに求め合いながら落ちてしまう、また会えるのは果てしなくと影炎のようなウィーケンド、罪深いままに高まる誤情を沈める術はなくて、その静脈に流れる血の中で泳ぐ魚になる、たとえ明日が見えなくてもサルビアが揺れる君の手に燃える、会いたくて会いたくて身も耐えるほどに求め合いながら落ちてしまう、切なさに悲しいほど濡れる、繰り返し繰り返し愛されるたびに紅を刺してゆく花の雫、たとえ明日が見えなくてもサルビアが揺れる君の燃える、会いたくて会いたくて身も耐えるほどに求め合いながら落ちてしまう、花のしずく、ララ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 ラ、繰り返し繰り返し愛されるたびに紅を刺してゆく花のしずく。
常磐特快なラジオ。この番組内で使わせていただいている楽曲は、シンクルミュージック様、ムズムズ様、エクスタティックウェイレコーズ様、キッズステーションクラブ様、向谷クラブ様、カズユキコ様、以上の方の承諾を得て配信させていただいております。なお、諸事情により、本日は画面を省略させていただいております。番組紹介文の一番下の方に、今回紹介させていただいているレーベルさん及び個人の方のホームページの URL が載っております。ご確認くださいませ。はい、ということでございまして、皆さんお待たせいたしました。こんばんは、常磐特快です。ということでね、ちょっと配信機材、私の Windows インテルで、インテルコア i7 でもついにちょっと固まってしまいましたけれども、今日もですね、この常磐特快のラジオやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、37分遅れてしまいました。大変申し訳ございません。鉄道会社ならね、遅延証明書を配っているところでございますけど、今日もよろしくお願いいたします。ということで、21名の方ありがとうございます。ということでね、改めましてプラレールさん、そしてハナピーさんもありがとうございます。で、あ、しまちゃくさん、伝天帝松之助、お疲れ様でございました。落語会ね、良かった感想でございます。はい、で仕切り直しということでね、そうです、向谷実とチャージャーのバックスでございますね。いやー、オープニングのクオリティがこちらの1時間クオリティで、そのなかなかあれでございます。はい、ということで絶賛の、とんでもないです、ありがとうございます。はい、そうですね、どこかで聞いたようなオープニング後の展開ですね。この番組はですね、結構ザカさんのアイデアをいただいているところが多い番組でして、埋設を入れるっていうことと、あと今回のその言い方っていうのもですね、このオープニングが向谷クラブに戻りましたので、その中でですね、ちょっといろいろ変えさせていただいたんですが、ね、どこかのザカ番組とはねで聞いたことのあるようなフレーズでございました。番組開始潮メディア紹介、こちらは私がですね、若干宣伝も兼ねまして、寄せていただいているところでございます。あ、散歩係さん、こんばんは。遅延証明書いいね、発行してみてってこれ、はい、はい、Windows は使えば使うほど、そうなんです、不具合起こす、ただそれが面白いところでもありますけどね。はい、トマトさん、私の PC はデータ領域不足だから早く解放してよっていうメッセージ出てるけど、気にしない気にしないね、ぜひ、いずれは1テラぐらいのハードディスクを買っていただければと思います。ホモさん、約37分遅れる運転しております、今夜確認しますが、しばらくお待ちください。あ、ジミーさん、こんばんは、ありがとうございます。レジストクリーニングはこまめに、私今このパソコンですね、 200GB ぐらいしか残りないので、そろそろ1テラのハードディスク欲しいななんて思ったりするんですけど、お金がないというですね、問題に打ち当たっている次第でございます。はい、ということでございまして、皆様のタイムラインを読み終えました。で、今日はですね、ちょっと押しな、常磐特快なラジオなんですが、よろしくお願いします。でですね、番組始まって最初はいつもは曲流させていただいているんですが、時間もありませんので、本日は省略させていただきまして、早速特集に行きたいんですが、特集の前にちょっと皆様にですね、お知らせ2つほどございますので、まずこちらご覧ください。こちらですね、ユーストリーム大賞の方に常磐特快なラジオとツイートレイン関東が、ありがたいことにエントリーさせていただいているわけでございますけれども、まずですね、常磐特快なラジオ、どなたかが打診していただいた常磐特快なラジオなんですけれども、こちらに関しましてはエントリーナンバーが97でございますね。常磐特快なラジオがエントリーナンバー97、そして、ツイートレーン関東2012インチバの方がエントリーナンバー150ということで、こちら、エントリーしております。明日かな、今日かな、どちらかまでだったと思います。ぜひですね、こちらの、リストリーム大賞のエントリーですね、よろしくお願いいたします。1テラ、最近1テラが結構、手が出せるぐらいまでの値段になりましたね。今度知恵証明書の画像を用意するっていうね。はい、
大将ということで、あ、師匠さんこんばんは。まだ前説ということでごめんなさい、今日37分遅れで配信させていただいております。常磐特会ラジオは今裏がサイドターンをやるような感じでございますけどね。うちの PC は5年あれこれ特会ながら順調。あ、いいですね。私の PC はすぐ壊れてしまいましたので、今抽選で当たったレノボの G580 という PC 使っております。ザカさん、うちの本体は500ギガぐらいですが、データはすべて外付けなので本体は意外と空きよる。ああそうなんです。私もやっぱり外付けはちょっと欲しいなと思うところでございます。トマトさん、昨日のキンハミ内で、ユースト大賞の広告出ましたので、それを見たらアイコンが出てきたのでコメント書いて、あ、ありがとうございます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。タラさん、1テラのハードディスク、そうだいぶ安くなりましたよね。それはびっくりしたところでございます。キンバスさん、ユースト大賞にはエントリーね、キンバストリーもぜひよろしくお願いいたします。私がぜひご覧くださいですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。AD さん、ブルーレイドライブとかすぐ行ってしまったので近々、ああなるほどね、はい、1テラバイトも写真とかですね、あとこの配信のですねデータって意外と結構食うんです。それなのでちょっと今日はそのですね配信のビデオ等もちょっと入れたいななんて思っております。はい、ということで話を戻しまして、ユーストリーム大賞の方にエントリーしております。常磐特化ラジオスイート年間と2012インチバ、ぜひですねこちらの方のご投票のほどよろしくお願いいたします。まあ桃色クローバー Z とか石川のりゆきさんには勝てるということまではいかないと思いますけれども、ぜひねジュニア賞みたいなものがあれば私もぜひこの常磐特化ラジオもしくはスイート年間と受賞できればなと思っております。まあ、残念ながら私1月30日は福島県の予定なので31日は空いてないんですけれども、受賞式、ね、ぜひ常磐特会のラジオの、言葉が出るといいなとちょっとながら思っております。ぜひですね皆さん投票のほどよろしくお願いします。2TB のハードディスク、ああそうですね。陽水さん、うちの本体は 160GB ぐらいですが、データはすべて外付けの 2TB。 あ、 2TB いいですね。黒部さん、ノート PC は 1TB の外付けハードディスクをつけていますが、テレビの録画ハードディスクは 4台で合計 6TB。 すごいですね。はい、そう、ももクロって確かユーストをやってるんじゃなかったかなっていう感じですね。ジミーさん、 1TB 買うなら 2TB。 あ、そうなんですね。師匠さん、うちの PC は、ごめんなさい、これよくわからないんですが、1テラ、ほとんどベータのビデオを、ベータのビデオデジタルか。結構な時代を感じるところがいいことになります。プライレさん、動画作っていると、あっという間にハードディスク、そうなんですよね。特に私、ちょっと重いハードディスク、サイズでいつもやっておりますので、なかなかあれでございます。あ、3テラで1万4000円ですか。ちょっとお金貯めて頑張ってみたい値段ですね。ただ私それだったら飛行機乗っちゃいます。はい、2テラ12台、3テラ2台、すごいですね。 LA さん、それをちょっとびっくりでございます。福島からスカイプ受けしません。はい、トマトさん、カメラの SD カードも満杯なのでそろそろ消さないと。あ、なるほどね。私 32GB のやつを1200円でこの前買いましたけどね。そんなお金どこから出てくるんでしょうね。はい、ということで、まず一つ目のお知らせはユースト大賞、皆さんぜひこちらの方のご投稿よろしくお願いします。で、二つ目です。今後の配信予定につきましてのご案内でございます。1月26日来週と再来週は普通に土曜日の21時に配信させていただくんですが、2月の3連休ですね、9日10日11日の週があるんですが、こちらの週はですね2月9日の配信をお休みしまして、2月10日日曜日夜10時から特別配信を予定しております。こちらの特別配信につきましては来週発表させていただきたいと思います。ですね、どのような配信をやるのかっていうのはですね、ぜひ来週までお楽しみにしていただきたいんですが、こちらのですね時間は2月10日日曜日の22時でございます。ですね、ぜひこちらの特別配信、どのような特別配信なのか皆さんに予測していただきながら来週お楽しみにしていただきたいと思います。ただ、時間的にですね、2月10日の、日
曜日の22時、まあ大体それぐらいの時間となりますと、ということになります。皆さんぜひですね、この2月10日22時のですね、あ、そうですね、サンブロ入れとくの忘れてしまいました、申し訳ございません。サンデーブロードゲージのですね、配信もございます。こちらが2月の、3日ですね、2月の3日21時30分からでございます。もう知ってる人そうなんです。